皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。流行りが3つ続きをやってまいります。土砂降りの中ね、フィールドワークに出てしまった桐崎先生を探しに行く水上くんと小暮さんですね。飛び出したはいいものの、実際外に出てみたら雨の勢いは想像以上のものだった。フロントで借りた傘もあまり役に立たず、レインコートを着ていてもすでに背中の方が濡れ始めている。それにどこから探したらよいのだろう。兄さんが行きそうなところといえば神社でしょ。あ、別館かな。別館かも。支配人の話によれば、本館に隣接した別館は10年前に火災が起きて廃墟になっているという。普通の人間なら近づくこともなさそうだが、何しろ相手はあの兄さんだ。万が一を考え、僕と小暮さんは封鎖された別館へとやってきた。これは完全に放置されているようですね。オス、嫌な雰囲気なのであります。もともとは病院で、しかもそれが火災により放棄されたというのだ。いい雰囲気のはずがない。黒く変色した天井は今にも崩れ落ちそうで、滴る水滴の音と僕らの足音だけが寒々しく響き渡る。先輩、この建物大丈夫なのでありますか？かなり老朽化が進んでいるようですから、ちょっと危ないかもしれませんね。窓が破れているとはいえ、ここも一応建物の内部だ。それだというのに、さらされた屋外よりも寒いような気がするのは、ここに漂う陰気な空気のせいだろうか。背筋に絡む寒気を払い落とすように、僕は声を上げた。兄さん、兄さん。桐崎先生、いらっしゃるでありますか？しかし呼べど叫べど兄さんからの返事はない。それどころか物音一つ聞こえてこない。どうやらここにはいないようですね。他を当たるであります。そうですね。じゃあ、それやったら神社かな？土着宗教について調べてるから。古い神社があると聞いたことがある。僕らはそこに行ってみることにした。先輩、あれ。どこですか？大粒の雨が僕らの頭といい肩といい全身を容赦なく叩く。視界は煙り、大声を張り上げないとお互いの声さえ聞き取れない。じれたように小暮さんが指さした向こうには古びた神社の社があり、その前にレインコート姿の兄さんとおもしき人影があった。打ちつける雨など存在しないかのように、人気のない拝殿のあちこちを眺めている。水たまりどころか、ちょっとした川のようになった道を僕らは走る。濡れた靴が大きく水しぶきを跳ね上げた。兄さん。なんだ、光太郎か。なんだじゃないよ、まったく。何もこんな時を見計らって出かけることないだろう。仕方ないだろう。こっちにもこっちの都合がある。それより見ろよ、この神社。今は誰も、参る人もいないみたいで、すっかり寂れてはいるが、ここの神社は人の生き死にを司ると信じられていたらしい。自分を信じない者にたたりをなして、死なせることもできれば、それを復活させる力もあると。兄さんは調査対象以外のことが目に入っていない様子で喋り続ける。兄さん、話なら後でゆっくり聞かせてもらうから、とにかくホテルに帰ろう。そうであります。このままでは風邪をひいてしまうでありますよ。顔にかかる雨に目をすがめながら、兄さんはしぶしぶと腰を上げた。その時だ。不意に兄さんの表情が固まった。兄さん？兄さんは凍りついたように動かない。僕は反射的に兄さんの視線の先を追った。人？あ、ほんまや、なんか人の影みたいなのある。拝殿の小窓、その格子の隙間に
誰かの顔がちらりと見えたのだ。仏像かなんかじゃないの？あ、消えた。それは一瞬のことですぐに暗がりへと消えてしまう。でも兄さんが凍った表情でじーっと見つめてる間はいたんやったら、誰かおられるのでありますか？歩み寄った小暮さんが恐る恐るそのすごいな小暮さん怖がりやのによそこ覗くない。誰もいないであります。そんなはずはない。僕もそこに人影を見た。人相まではわからなかったものの、誰かが覗いていたはずなのだが。家に兄さんはまだ凍りついたままだ。いつもの兄さんらしくない様子に僕も心配になってくる。兄さんは何を見たというのだ。兄さん、そんなバカな。え？兄さんは目を見開いたまま何かをつぶやいたが、十字を告げるあの調子の狂った音楽が鳴り響き、言葉の最後はその音でかき消されてしまった。帰りの山道、兄さんはずっと無言だった。ホテルに戻ってくるなり、レインコートを脱ぐのももどかしそうに、考え事があると言って部屋に行ってしまった。その兄さんと入れ違うように、鴨泉警部補が駆け寄ってくる。遅かったじゃない。何やってたのよ。険しい顔で怒鳴りつける。何やってたと言われても、僕らが兄さんを探しに行ってたことは、警部補も知っているはずなのだが。桐崎先生を無事保護してきたであります。小暮さんが誇らしげに胸を張る。しかし鴨泉警部補の口からは思いもよらない言葉が飛び出した。そんなことはどうでもいいの。え？こっちを急いで。え、なんかあったの？え？状況が飲み込めずにいる僕たちに、鴨泉警部補は苛立たしげに驚くべき言葉を告げた。また被害者が出たのよ。やっぱりね、昨日さ、谷さんがまたルームサービス受けてたやん。あれで次の日人死ぬでと思ったけど。やっぱり死んだな。あ、死んではないのか。内臓を取られてるだけか。まったくなんてホテルなのよ。鴨泉警部補はまだ怒りが収まらないようで、事件が起きたという最上階に先導しながらもカッカしていた。話を聞いて無理もないと僕も思った。なんと事件が起きたのは早朝だというのだ。それを僕たちに知らせることなく、ほんまやね。ホテル側は勝手に処理している。ほんまやわ。平然としてたみんな。まあちょっとよそよそしいとかって言ってたけどね。自分たちが警察官やって分かったからよそよそしいんかなって、水上くんは処理してたけど。こういうことやったよね。あの大鳥という副支配人よ。フロントの当直は大鳥副支配人だったようで、車で青山委員にさっさと搬送すると、ホテルの従業員たちに、観光令を引いたのだという。道理でみんな変によそよそしかったわけだ。何かあると見抜いた鴨泉警部補が気弱そうなホテルマンに問い詰め、ようやく発覚したのだが、そうでなければ隠し通すつもりだったのかもしれない。鴨泉さんすごいな。こいつらのこの態度怪しいなと思ったよね。すっかり隠蔽体質が板についているようで、僕は怒りはしないが呆れ返ってしまう。お疲れ様です。背後から大野原巡査が敬礼しながらかけてくる。この様子やと初めてじゃなさそうやんね。誰のせいで疲れてると思ってるのよ。鴨泉警部補が八つ当たりをするが、大野原さんに責任があるわけではないだろう。え、大野原さんも知らんの？でもそうなってくると病院側もグルってことやんね。病院側が警察に知らせないってことやもんね、さらに。大野原さんも知らされておらず、鴨泉警部補から電話をもらい、慌てて駆けつけてきたというのだ。それなのに警部補の怒声を浴び、シュンとうなだれてしまった。
僕たちは最上階のスイートルームに入った。その広さと豪華さに小暮さんと大野原さんが同時に息を呑むのが聞こえる。だが室内は血の匂いが充満しており、なんだか落ち着かない。そして僕らが目にしたのは、またしても同じ状況だった。スイートルームも、バスルームは同じ作りなんやね。被害者が気を失っていたというバスタブには氷が残っており、血で濁っている。鏡に赤黒く描かれたトカゲのような模様。テーブルの横には銀色のワゴンがあり、その上にはシャンパンの空き瓶と2つのフルートグラス、シャンパンクーラー。すでに聞き込みをしていた鴨泉警部補によると、発見時の状況も同じだという。例によって医務室に電話があり、当直だった福井看護師がそれを受けている。福井さんはフロントに連絡し、大鳥副支配人と共に部屋に急行。呼び鈴を押しても応答がないので、鍵を開けて入ったところ、バスルームで被害者男性を見つけたというのだ。手術したての傷が胸部にあり、福井さんが急いで青山医院に運んだ。また大鳥副支配人はすぐに自室にいた七原さんを電話で起こし、青山医院に行かせている。被害者の名前は徳増健二。今回も連れのいない行楽客だそうよ。一人でスイートに泊まったのでありますか？昨日本人から電話があって、空いてたらスイートに変えてくれと申し出があったみたい。これも今までと同じシチュエーションだ。じゃあこのシャンパンもでありますか？そうみたいね。リレーダ支配人の話では、その時にルームサービスも頼んだそうよ。グラスも2つ持ってきてくれって。そういえば、僕は昨日の夕方、谷さんが受けていた電話を思い出した。あの電話がそうだったのかもしれない。被害者本人が電話をかけてきたということだから、やはり誰かを招き入れ、一緒に飲んでいたと考えるのが自然だろう。でも警察官がいる状況でするっていうのもね。だとしたら今回も女性。僕たちは現場保存のために大野原さんをその場に残し、フロントに降りることにした。でも大野原さんさ、大鳥副支配人に凄まれたら部屋あっさり開けそうやけど。フロントでは二レーダ支配人以下、大鳥副支配人、谷さんらホテルマンたちが集まり、何やら相談していた。事件が明るみになった今、ホテル側としての今後の対応などを話し合っているようだ。もう隠蔽しちゃったらこれは垂れ込むしかなくなってくるよね。いや、話し合っているというより、見た感じでは大鳥副支配人が一方的に通達している。大鳥副支配人は僕たちを見るなり、露骨に嫌な顔をした。舌打ちまでしたようだ。だがその程度で昼模様の鴨泉警部補ではない。むしろ足音も高く、従業員たちの輪に踏み込んでいく。思ったよりも早く露見したんで、慌てふためいているのかしら。まるで大鳥副支配人が悪事を企んでいたかのような言い方だ。それを聞いた大鳥副支配人は、ムカッと腹を立てたみたいで、何か言い返そうとしたが、二レーダ支配人がやんわりと間に入る。本当にご連絡が遅くなってしまい、申し訳なく思っております。私どもとしましては、状況がはっきりしてからお知らせした方がよろしいかと思いまして。とんでもないな。もう、おためごかしも対外にしてください。今このホテルで起きていることは、れっきとした犯罪です。それを隠蔽し続けてきたからこそ、今日また起きたんじゃないんですか。本当に申し訳ございませんでした。こんなんめちゃくちゃやったあかん。やったあかんっていうか、すごいね、やることが。さすがに語気も荒くなってしまうが、それでも二レーダ支配人は深々と頭を下げた。被害者の部屋にシャンパンのボトルがありましたが、あれを届けたのは、
鴨泉警部補はぐるりと従業員を見回した。あれは私がお届けに上がりました。手を挙げたのは谷さんだ。鴨泉警部補は腕を組んで谷さんに視線を落とした。その時部屋には被害者の他に誰かいましたか？特に気づきませんでしたと申しますか、見ていないというのが正確なところです。見ていない？はい。今回も私は室内までは入っておりません。被害者があとは自分でやるからというのでワゴンごと渡してきたのだという。私としましてもなるべくお客様のことは詮索しないようにしておりますので。他に何か気づいたこととかなかったかしら？そう言われて谷さんはしばらく考えていたが、ふと思わぬことを口にした。そういえば何かの花の香りがしました。花の香り？はい。部屋に入った時にふわっと。もうこれ七原石やん。僕は見てきたばかりの部屋の中を思い出す。どこにも花なんて置いていなかった気がするが、なんかいい匂いしたって言ってたもんね。鴨泉警部補、花なんてありました？なかったわね。だとしたらその香りとは香水？皆さんお揃いで。何ですか？また事件でもありました？僕たちの会話は下品声で中断した。あ、落合さんか。そちらを見ると、TOTOスポーツの記者、落合さんが満面の笑みを浮かべてこちらへ近づいてきた。薄っぺらい表情が彼の人間性を物語るようでもある。さっと営業スマイルを浮かべて会釈をし、目を合わせないようにしてホテルマンたちは散っていく。空気をわきまえることなく、落合さんは僕たちに歩み寄ると、鴨泉警部補の顔を覗き込んだ。教えてくださいよ。なんか事件があったんでしょう。だからみんな揃ってるわけですよね。鴨泉警部補をあからさまに無視し、僕たちも横を向く。じゃあこうしましょう。交換条件。ギブアンドテイクだ。私も重要な情報を教えますから。ね。落合さんは誰もうんとも言わぬうちに勝手にペラペラ喋り始めた。ですね、お見せしたいのはと。ああ、あったあった。これです。まあね、鴨泉さんはね、多分相手が本当に何か重要な情報を知ってるってわかれば、なんとかする人な気はするけど。そっぽを向いた鴨泉警部補には頓着せず、落合さんはカウンターの上に一枚のコピー用紙を広げてみせた。粒子は粗いが、TOTOスポーツ紙の紙面をコピーしたものだとわかる。こんなものを自分たちに見せて何のつもりだ。さすがに邪魔臭くなったのか、小暮さんがいつもとは180度違う、高圧的な態度で尋ねる。よく見てくださいよ。ほら、この記事です。落合さんが太い指で指し示したのは、メスを握った多重人格者と、なるほどね。もしかしてこれ七原石のこと書いてあんのかな？え？これ私が書いた記事なんですがね。多重人格者を取り扱った記事のようだが、それは医学的な文章などではなく、ただひたすらに驚々しさだけを追求したくだらないものだ。都内の去る病院には多重人格障害を患った人物が、患者ではなく医師として出入りしている。その人物は恐ろしいことに、バラバラの人格のままメスを握り、挙句手術中に意識を失って重大な事故を引き起こした。まさか。彼女の中に隠されているのは慈愛に満ちた医師の人格ではなく、血に笑う殺人鬼なのだ。読者の下世話な好奇心を満たすためだけに書かれた、取るに足らない文章だ。本文中、その医師は仮名で呼ばれているが僕には分かった。これは、七原先生のことですか？さすがは刑事さん。察しが良くて助かります。ある事件の後追い所在でこの島に来ていたと言っていたが、それが七原さんの医療ミスのことであったのか。私がお伝えできるのはここまでです。
この記事を今このホテルで起きている事件とどうつなげるか。それは刑事さんたちのお仕事ですからね。さ、それではそっちも情報を。こんなネタで私たちが教えると思うの？警察も安く見られたもんね。鴨泉警部補が吐き捨てるように言った。おやおや、こんなネタだとおっしゃるんですか。七原のぞみの医療事故のことはもうとっくに掴んでいたわよ。本当ですか？落合さんは目をすがめた。鴨泉警部補はいつもブラフを効果的に使う反面、本当のことを言ってもそれがブラフに聞こえてしまうという弱点を持っている。僕らが医療事故のことを知っていたのは本当だが、鴨泉警部補が言うと本当が本当に聞こえなくなる。こういった場面では海線山線であろう落合さんがなかなか信じないのも無理からぬことだ。教えろ教えないの押し問答が続く。その時だ。ホテルの正面玄関にタクシーが乗り付けられると、小さな人影が走り出てきた。雨のシャワーを浴びながら自動ドアから駆け込んできたのは七原さんだった。まさに今、彼女の話をしていただけに、思わず僕たちは凝視する。が、張本人の落合さんはさすがに本人を前にして、手の内を明かすわけにはいかないとばかりに、そそくさとどこかへ行ってしまった。これどうぞ。いつもと全く変わらないにこやかな態度で、谷さんが七原さんにタオルを差し出す。ありがとう。七原さんは濡れた頭を拭いながらフロントに歩み寄ってきた。二礼打支配人に用があったみたいなのだが、僕らに気づき会釈する。それに会釈を返しながらも、僕らは七原さんの一挙一動に注目する。ご苦労様でした。二礼打支配人が出てきて、伺うような顔で声をかけた。で、どうでした？どうでした？なんとか一命は取り留めました。七原さんが深刻な面持ちでそう答える。そう、よかった。ほっと胸をなで下ろす二礼打支配人に、七原さんもそうですね、と頷いた。七原さん、青山委員に行ってらしたんですって？早速、鴨泉警部補が話に割り込んだ。はい。大鳥副支配人から電話がありまして、君もすぐに向かってくれって。その時あなたはどこにいたのかしら？すでに尋問口調になっている。当直ではなかったので自分の部屋に帰って寝てました。七原先生はこのすぐ裏手にある従業員寮に住んでいらっしゃいます。二礼打支配人が説明を加える。その従業員寮には他に谷さんや福井看護師、厨房スタッフなど一人暮らしの従業員が住んでいるのだという。ちなみに大鳥副支配人ら家族持ちは自宅から通っており、二礼打支配人はホテル内の一室をあてがわれているそうだ。あ、大鳥副支配人、家族持ちなんや。七原さんへの警部補の質問はまだ続いた。ずっと部屋に？はい。電話をもらうまでは疲れていたのでぐっすり眠っていました。そのことを証明できる人は？いませんが、どんどん警部補の口調がきつくなっていくので、僕は二人の間に入った。その、患者さんはどういう状況でした？すると七原さんは深く息をつきこう言った。はい、左の肺がありませんでした。肺ってさ、一個で生きていけんの？人工の肺みたいなもの入れるの？でも多分一個じゃあかんよね。足らんよね。足らんっていうか、足らんよね。詳しく話を聞くために、僕らは医務室に場所を移した。進められるまま、黒い合皮のソファーに僕らは揃って腰掛けた。小暮さんだけが遠慮してその傍らに立ち尽くす。ひとみさんの白衣姿からは彼女の鋭さ、隙のなさを感じるが、七原さんの白衣姿は、部屋に立ち込めた消毒液の香りと相まって、どこか浮世離れした印象を受ける。
彼女に聞きたいことは山ほどあるのだが、いざ向かい合うとなかなか切り出せない。かといって鴨泉警部補に任せると、とんでもないことになりそうなので、僕は話の取っかかりを探した。あ、これやろう。僕の質問に七原さんは照れくさそうに笑って答えた。ありがとうございます。ほら、医務室ってどうしても消毒液臭くなるじゃないですか。だから少しでもお客様に不快な思いをさせないよう気をつけるようにしているんですよ。いつもこの香水をお使いなんですか？はい。スーパーで売っている安物ですけど。スーパーに香水なんて売ってるんや。僕が尋ね返すと七原さんは微笑んだ。私昔からそうなんですよ。化粧品なんかはコンビニで済ませちゃいましたし。コンビニ？この島にコンビニなんてあるのかしら？鴨泉警部補がポーカーフェイスで質問する。あなたこの島の人ではないの？七原さんが東京の大学病院にいたことはすでに知っているのだが、そんなことなどお首にも出さない。はい。私この島に来てまだ長くないんですよ。その前は？その、東京都内の大学病院に。七原さんが口ごもった。なんだか触れられたくなさそうだ。あら、そうなの？どこの病院？遠慮のない警部補の質問に、七原さんは渋々といった感じで、とある大学病院の名を口にした。著名な大学病院だ。でももったいないわね。そんないいところに勤めていたのなら、わざわざこんな偏僻な島に来ることもないでしょうに。すると七原さんは、まっすぐ僕らに目をやり、寂しそうに微笑んでいった。本当は私が退職した理由、もうご存知なんでしょう？いえ、そんなことないであります。もうさっぱり、そうでありますよね、先輩。慌てて小暮さんが口を挟んだが、そのうろたえるぶりは、かえってそれを認めたことになってしまった。鴨泉警部補はこちらから手の内を見せてなるものかと言わんばかりに、何も言わず、七原さんの次の言葉を待っている。いえ、いいんですよ。昨日青山先生に会われたって聞いた時から、そんな気がしてましたから。どこが達観したような、すがすがしささえ感じる顔で七原さんは言った。僕は正直に話すことにした。警部補には悪いが、ポーカーをするようなやり方は、どうにも僕の性には合わない。はい、青山さんから伺っています。確かその、医療事故を起こされて退職なさったとか。その通りですわ。医療中のミスで、私は患者さんの命を奪ってしまいました。人を救う術を学んできたこの手で、私はかけがえのない命を自ら奪ってしまったんです。当時のことを今更とやかく言い訳するつもりはありません。一時は医者を辞めることが償いの道かとも思ったのですが、そうしたところで死なせてしまった患者さんが生き返るわけではありませんし、こんな手でもまだ救える人がいるかもしれない。そう思って募集広告で目にしたこのホテルに来たんですが、やはり私にはもう人の命を救うなどという大それたことは許されなかったんです。華奢なその手と指先はこれまでに何人の命を救ってきたのだろう。過ちはたった一度のことだが命に代えは効かない。そのことは他ならぬ七原さん本人が一番よく知っているのだ。最後の言葉と同時に膝の上に広げていた両手をキュッと握りしめた。手のひらに育んだ自分の誇りまでも握りつぶしてしまうように。許されなかったとはどういう意味かしら。事故のトラウマなのか、私はメスを握ることができなくなってしまったんです。僕ははっと身構えた。もしそれが本当なら七原さんは犯人ではありえない。鴨泉警部補もそこをついた。それは比喩表現としてかしら。いえ、実際にそうです。恐怖症の一種に
先端恐怖というものがありますが、それと近い感じといえばお分かりいただけるでしょうか。自分はよくわかるであります。小暮さんの場合は血液恐怖症というより、極度の怖がりなだけという気もしないではないが。いずれにしても、恐怖の対象と向き合ったとき、強行状態に陥ってしまうという点では同じかもしれない。ちょっといい時間なんでここで一旦切りますね。